いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はアシェットさんの試験販売でゼロ系新幹線を紹介します。こちらは探索団の石上カー君が送ってくれました。いつもありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきます。しょい。うわー、シュルシュルシュルっと。はい、はまりました。どうでしょうか。綺麗にはまってるね。え、合ってないかな。こんな隙間できる。違ったかな。なんかここ隙間もあるし、こっちが浮いてる気がする。で、ここも隙間あるし、間違えた、緩むになってた。
見た目一緒だよね。手すりが取れた。気をつけてたのに。せーの。おー、すごい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 。お、ちょっと待って。位置まで開いたらスイッチから指を離して回転止めてね。ヘッドライトの色が白に変化していることを確認する。すごい。なりましたね。で、K1 と書かれたスイッチを押し続けると、押してる間は回転するので、閉じ切ったらスイッチを止めて回転止めてね。色が元通り赤になるよ。テスト終わったらコネクタ全部外してね。ガーン。めっちゃ刺してしまった。ついております。赤くついております。赤はバックで走ってる時ですね。東京に向かっております。なんかかき氷のなんか美味しそうな色ですね。カクテルみたいな色。おー、綺麗。はい、これで完成です。一応いずれは固定するみたいですが、今はまだ固定しないので、落下の危険があるので外した状態で保管しましょうということです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。
アシェットさんのゼロ系新幹線光の試験販売は1号から4号で終わってしまいましたが、頭の部分だけでここまで完成しました。ゼロ系新幹線の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、ぜひ創刊号から見てみてください。そしてタンサックはしょっちゅう模型作りの生配信をしています。チャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あれ、タンサックでした。だんだん、また見てね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので、遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。